こんばんは、デモクラ TV と東京新聞とがタッグを組んでお届けしております、東京新聞デモクラ TV エクストラとなんですね。今月、今日は11月の17ですかもう。はい、まあ今年もあとね苦いっていうことになりましたけれども、はい、まあいろいろ世の中動いてるんで、はい、今日はちょっとあれですね、はい、本格派の方を、ね、そうですね、論説委員の富田でございます。よろしくお願いします。で一応内田さんね、はい、たまたまアメリカの中間選挙直後ということで、はい、ようやく、下院で共和党が予想通り制して、うん、体制が判明したということで、うん、長かったですけども、そうですね、なんで長いのかよく分かりませんけれどもということでですね、今日はですね、論説委員の私の同僚でもございましてですね、外交部長とか、長い間ロシアの特派もされて、はい、そして、アメリカのワシントンにありました、うん、米国総局長も務められて起任されてですね、青木論説委員に来ていただきました。あ、青木さんよろしくお願いします。それでですね、あのまず内田さんね、うん、まあざくっと今回良かったですね、トランプがああいうことになって、ああいうことっていうのはまあなんとなくあの図に乗るようなことがなくて、そうですね、うん、なんかもっと勝つおつもりだったようですね、うん、うん、ですよね、うん、でまああのねじれになりましたけれども、まあ、上院の方がなんとか取れて、それからあの下院の方も思ったより伸びなかったと、うん、いうことですけれども、まあ、そこら辺を中心に今回まず 中間選挙の結果の分析からね、はいはい、青木論説委員に応援したいということで始めたいと思いますが、うん、で青木さんですね、今回事前には、はい、あのもう一度もうかなり、まあ、共和党の方がね強いと、まあ、トランプ、うん、もう一回、赤い超この帽子をですねこれあの青木論説委員がアメリカから持ち帰られたです、はい、これを被ってご帰国されたということですね、これ貴重な、まもなくメルカリに出すと違う、これ青木さんね、このまず予想外れた原因、これ何が起きたのかご説明願います。はい、はい、今回の特徴はですね、うん、投票率が中間選挙にしては高かった、うんうんですよ、うん、まあ、それが、民主党には幸いした、うん、数字を見ますとね、これ公式な数字じゃないんですが、うん、まあ、選挙のことについて研究されている、まあ、団体が集計したものなんですけど、今回の中間選挙の投票率は、46.9%、うん、大体中間選挙っていうと大統領選挙ですとねもっと高くなるんですけど、大体4割ぐらいなんです、4割台、40% ぐらいなんですが、ね、でこの 46.9% というのはこの研究機関が1978年から、うん、統計を取り始めてから2番目に高い数字だそうです。でその一番最も多かったのは、前回2018年の中間選挙、これは 49.4%、 大体5割ぐらいで、ということで、なぜ投票率が高くなったかというと、うんうん、やはり例の最高裁のですね6月に人工中絶は憲法には定められた権利ではありませんよという判断を出しました。それに対して若手の若者たちの投票率もかなり今回上がったんですよ、うん、それなんでしょうね。あ、まあ、もちろん一番の有権者の関心事は共和党の人たちはやはりインフレでした、うん、経済でしたけど、うんうん、民主党の、まあ、出口調査を見ますと民主党の方が支持者の人たちはやはりそのアボーション中絶の問題をですね、うん、一番の関心事に挙げてます。
浴びてました。なるほどなるほど。あれ でだけどもつまり増えた分が中絶に大変関心がある人たちだったので、はい、当然ながら民主党に入れたと、そういう構図になるわけですよ。まあ、それとあのやはりもう一つの特徴としてはやはりあのトランプどう見るかっていうのもこれ、うん、あの一つの争点だったと思いますが、あの今回あ の結果から見ますとね、あのやっぱりそのトランプがあの前回の大統領選挙は不正だったと、うん、あの選挙結果を盗まれたっていう、いわゆるあの選挙結果を認めないませんよね、うん、それに賛同する人たち、ニューヨークタイムズはそのまあ彼ら の, あのカウントではですね、うん、上下の両院議員の選挙、それから州知事選の選挙、うんうん、それからあの各州のですね州務長官という、うんうん、これはあの選挙の運営を任されている、まあ、重要な人あのポストの人なんですが、まあ、そういった人たちもあの今回あのあのその選挙の対象になってたんですけど、大体370人以上が立候補したと、いわゆる選挙否定した人たち、選挙結果を認めようとしない人たちで、あの下院議員の場合だとですね、あのニューヨークタイムズの集計では180人以上が当選してるんですよ、うんうんうん、ですからあの一方で、うん、あのアリゾナ州の知事とかですね、うん、この人はあのそのあのトランプ派の急先鋒の人ですよね、うんうんうん、あのその選挙は盗まれたって一番主張してる、うん、まあ、ドレスを着たトランプ氏とも言われた女性なんですけどあのその人はあの落選してるし、あの重要州のペンシルベニアとかミシガンとか、うんうん、ウィスコンシンの知事 の共和党の人たち、まあ、この人たちもあのトランプ派の人たちなんですけど、うん、選挙否定派の人たちなんですが、その人たちも落選してるんで、うん、そのどうもトランプ派さえなかったっていうことも言えるかもしれないですけど、存外当選してるんですよ、こういう人、うんうん、で一方で、そのですね、やっぱりトランプさんがあの撒き散らした毒の強さ、まあ、それを表せると思うんですけど、うん、出口調査を見ますとね、共和党に入れた人の9割以上が、うん、そのバイデンは大統領選挙を合法的に当選したのかっていう質問に対して9割以上の人がですね、ノーって言ってるんですよ。なるほど。つまりインチキやったねっていうことですけど、うん、まあ、そういったところを見るとまだまだトランプさんの撒き散らした毒の強さっていうのは蝕んでるの。まだ安心できない。安心で全然安心できないってことですね。なるほど。私はそう判断してますけど。なるほどなるほど。もうね、内田さん、もうようやくこれで我々はもう特に何の心配もなく、残りはプーチンさんだけかと。まあ、あの金正恩さんも若干いるって言いますけれども、まあ、あの習近平さんも少しおとなしくなったような気がしましたし、ね。まあ、どうですかこの結果、今まだまだ安心できないっていうこのアメリカの状況について。だからあのトランプさんが推薦してこう立候補した人たち、まあ、当選したり落選したりしてるんだと思いますけど、その人たちは心の底からそのトランプイズムみたいなものにあの同調して何があってもついていく人たちなのか、あるいは今のところトランプさんにこうくっついてる票がたくさんあるので、それをまあいただくためにはまあ自分を曲げてでもトランプさんの推薦を得てっていうふうに考えてるかっていうのは、そのトランプさん自身にもあまりこうよろしくない なんですか、要素もいっぱい出てきてますよね。まあいろんなあの司法関係の問題もそうですし、だからそうなってトランプさんの力にちょっと陰りがこう見えたときに一斉にこう手のひら返すってなことになるのか、うんうんうん、あるいは共和党はもうすでにトランプ党になってしまっているのかっていうあたりだと思います。諦めですね、おそらくあの本当にあのトランプさんに心酔している人もいれば、あのご指摘されたように、それが
自分 の, あの得になるから、あのトランプさん の, あの主張につ い, てついていこうという人もい る,、うん、いると思います、うん、ただ今回見たあの思ったのはトランプの限界というのもまた見えてきたなという、つまりあのその共和党が強いところではですね、あのやっぱりすんなり勝ってるんだけど、うん、その民主党と競り合ってる白昼したところではやはりトランプ票だけでは足りない、あそれであの武闘派層の人たちを取り込んで、あのそのベースにやっぱり上積みをしないと 当選には届かないっていうことが、うん、あのこれではっきりしたんじゃないかと思います。なるほど、なるほど、ですから今あのこれでトランプ氏は出馬表明をしましたが、次はあの共和党の中の指名争いになってきますよね、うんうんうん、でこの指名争いの中で、まあ旗色が悪くなってくれば、そういったあのトランプ派の人たちもあの口の歯が欠けるようにボロ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 落ちてくるっていうことはあの考えられますよね。いい流れがね、いや別に特に何の恨みもないんですけど、いや青木さんね、あの要するに熱狂的なトランプの支持者っていうのはなんとなく分かるんですけども、はい、トランプさん自身は例えば今回テーマとなった人工中絶の問題ですね、はいはいはい、彼は信念としてやっぱり中絶について考えを持っているんですか。そこはどういう人物なんですか。まだ分からないんですよ、ね、あのトランプって、うん、若い時は民主党だったんですよ。で、うん、中絶 OK の人だったんですよ、はい、で ある時期は第三政党に行って、で共和党に来た人、何の節操もないじゃないですか。いやいや、もう全く無縁な節操とはあの、まあ、要するに今宗教右派を引き継いだ上で、いいということ、ね、まあ得になりゃいいんでしょう、うん、まず自分に利益をもたらすかどうかっていうことを考える人、うん、で、まあ、私のトランプ体験っていうのがあるんですけどね。そうそうそう、でちょうどヒラリー・クリントンと戦った、勝った選挙のあれが2016年ですから、その1年前2015年の春にですね、保守派の政治団体 の、 あの会合がワシントンでありました。まあ、1年後には大統領選挙ということで、まあ、その時にはまあ、あの共和党 の、 その大統領候補者たちがまあ勢ぞろいしたような会合だったんですが、でそこにトランプも出てました。ただしその頃はですね、共和党でいうとジェイ・ブッシュさんってフロリダ州の知事だった人、はい、で前 の、 大統領 の、 その弟さんですね、お父さんね、それとかフロリダ州の選出の上院議員のマルコ・ルビオ、ルビオさんでいらっしゃったね、あとテキサス州の上院議員のテッド・クルーズさんとか、テッド・クルーズ、そういう人たちがスターだったんですよ。でその人たちが登場、演壇に登場して、そういえばそうでした、拍手喝采を受けて、もうわわわわ興奮の渦に包まれて、その後にトランプが出てきて、するとみんな会場シーンとしてる、誰も聞いてない、でまるでなんかね、その時はトランプの存在って、まあ、幕間のなんていうかつなぎ役みたいな、そんなようでした。まあ、実際私もトランプの演説その時聞いてなかったんですけど、その後まあ、ブレイクした時にもう一回聞き直したらですね、彼はですね言ってるんですよ、私がここにいることはあんたたちジョークだ、冗談だと思ってるだろうけど本気なんだと、で私はビジネスで成功した男だと、ネゴシエーションも強いと、でだからこの国は立て直されるっていう、立て直せことができると、と、まあ、自信たっぷりは言ってるんですけど、ほとんど注目されなかった、でその時にですね、それから数ヶ月後ですよね、
その出馬表明をして、その時にあの、メキシコ人は犯罪者だから、はいはい、だらけだから、はい、あの国境に壁を作らなくちゃいけないっていう、はいはい、そういうあの過激なことを、まあ、言って、それであの注目を浴びたんですが、まあ、でもその時はまだあの何ですか、あのまあ、際物が出たなっていうぐらいだったんですけどね。でもその話をですね、その政治数ヶ月前 の, その政治団体の会合の時にも喋ってるんですよ、うん、壁作らないかんって言って、すでに喋ってた、うん、でも誰も注目しなかった、誰も別にニュースにしなかった誰も聞いてないから、要はよくよく東京都知事選じゃ、ね、はい、よく毎回出てくる方とかいらっしゃるじゃないですかあの類だと思われたんですね、フォーマス候補、フォーマス候補ってやつですね、でその出馬表明から1ヶ月ぐらい経って夏にあの共和党の候補者を集めたテレビ討論会、最初のテレビ討論会があって、うんうん、で彼あのトランプがですね、ジェフ・ブッシュに対してローエナジー、うん、あのいわゆるエネルギー少ない、あの活気がないやつだって言って、うんうん、それで一発で撃沈して、あ、ね、やっぱすごいですね、やっぱりその昔あのテレビので番組の司会をやってた、あ、司会やってましたよね、まあまあ、いわゆるプロレスなんか出てましたよね、離れしてるんですよね、なるほど、うん、そこでみんなもあの軒並みもう脱落していくという、恐ろしいですね。内田さんね、テレビで長くもうお仕事されてますけれども、はい、そういう力ってやっぱあるんですか、まあ、地上波にしろ何しろテレビの力、彼のショーアップの力ってやっぱりテレビ出身ですよね、まあそうですよね、ただなんとあの最終的に自分だけが目立ってるんですよね、うん、トランプさんの場合、うんうん、あの日本の場合あの田原総一郎さんそんなことしないで、あのいやいや自分だけなんか目立ってる感じしますね、いやあの終わるともう肩抱き合って、いや今の番組は良かったねって言いながらエレベーターホールに行くっていう、うん、状態ですから、いやだからそれはあのなんて言うんでしょう、あの番組を活気づけるっていう意味では、あのそれでね撃沈はしないですよね、完全にはね、あ相手を追い詰めないんです、うん、完全にはね、あ、なるほどなるほど、だから追い詰めざるを得ないような人は最初から相手にしないんだと思いますけど、あなるほどなるほどなるほど、だから そのことでトランプさんはホーマス候補から一気にブレイクしましたね、テレビ討論で、あなるほど、あそれがきっかけ で、でまずもうブッシュの弟はこれでそこで一貫逃れた、うんうん、なるほど、で一人一人その、ルビアとかクルーズとかもやられてったってことですよね、うんうん、おなるほど、そうですか、うん、それはなんかちょっとイメージと当時、ね、ちょっとイメージ違いましたね、もっと僕はなんていうか市民というか有権者の草の根だと思ったんですよね、最初からものすごくやっぱり格差があって、この人ならと思ったのというよりは、いわゆるこうバーンとこうぶち上げて目立ったっていうところが決まった、うん、それからその今 の, その国境に壁を作れっていう、はい、あるいはあの移民に対する、うん、厳しい偏見みたいな発言とかいうのはですね、やっぱりそのトランプさんの支持層のいわゆる白人 の, あの、うん、低所得者、はい、あのまあ労働社会の人たちには受けるんですよ、これガスンと言ったと、まあ本音を喋ってくれな、あなるほどね、なるほど、ただ僕は不思議なんですけど、前から大統領の時からもそうでしたし、いまだにそうなんですけど、彼のなんかアメリカってなんか演説してると後ろに支持者みたいな人がずらっているじゃないですか、うん、あの中に決して白人だけじゃないじゃないですか、はいはい、例えばあのアフリカ系の方もいらっしゃるし、アジア系の方も、うん、なんだったらヒスパニック系の方もなんかいらっしゃるような気がするんですけども、うんはい、必ずしもなんか白人だけって感じじゃないんですか、広がっていえば人種的には広がってますよね、支持層としてはね、うん、やはりあの例えばヒスパニックの人たちでも、うん、かなりあの経済の格差がある人、うん、相当前にあの
移民でに入ってこられて成功経済的に成功した、まあね、社会的に成功した人たちもいれば、やっぱりあのそれこそ、うん、あのキューバから着のみ着のままで来てそれからまあそのまあなんていうかあの今社会的にまだあの低賃金で働いてる人もいるし、だから成功してきた人が、それこそで蜘蛛の糸じゃないですけど、まあ、こう下から来るやつをこう追い落とすよう な、うん、なんていうかこう人間の嫌な本音の部分みたいなところをついたと、うん、彼の場合は、それからあれあの彼 の、 その政策っていうのはつまり自分の思想に相手にした政策しかなんですよ、うん、で万人の米国大統領としてのそういうような仕事ではないんですよね。万人いわゆるお客お得意様相手にした政治しかしなかった。あ、まあね、それよく分断っていうことがね、分断、それが最大の分断ですよね。まあ、話すと思いますけど安倍さんもそうでしたよね、亡くなられてますけど、そうですね、それはそれに言ってますよね。なるほど。それで、いよいよですね、まあでもまだちょっと僕は早いと思うんですけど、バイデンさんとお年じゃないですか、はい、でなんか最近なんかちょっと息健康ですよね、なんかちょっと元気出てきたような気もするんですけど、うん、この前なんかあのもう亡くなられた女性議員の名前を呼んで、おいどこにいるんだよとかって呼んでしまったとか、ちょっと厳しいシーンがありましたよね。結構ニュース流れてて、うん、あれ亡くなったの忘れてたんじゃないかっていう、まあ、いろんなこう疑いがあるじゃないですか、うん、すると今82歳今月の20日でが誕生日ですので、はい、そこで82歳になります。82歳ってのはなかなか厳しいですよね。そうですね。で、2年経って84歳で再選してということになりますか。まあ、ただ要するに今その再選をしないっていうふうに見られちゃうと、もうそれで一気にレームダックになるんで、それはあの仮に本当は出る気がなくても言えないんじゃないですかね。あ、どっちですかこれ。バイデンさんはトランプさんが出るんだったら自分も出ようと思ってるんでしょう。そういう気なんでしょう。なるほど。要するに、うん、なんか結構いい人ですよね。つまりそのもう俺の仕事はこの方を潰すのが仕事なんだと、うんうん、いう感じ。つまりもうトランプが勝てそうもないし、撤退しちゃったらもしかしたら折れる可能性あるということですか。いや、そこはまだ2年ありますからね、分かりませんけど、共和党がもしトランプがこのまま指名を勝ち取って大統領候補本選に臨むっていうことになれば、民主党はやりやすいですよ、それは。あ、もう分かってるしね。そうですよね。それこそ今言われてる、ホープと言われてるフロリダ州のデサントス知事、そういう、ね、新人が出るよりは、うん、トランプの方が選挙やりやすい。なぜかというと、先ほど申し上げましたけど、うん、基礎票は分かってる。もうそこにトランプが無党派層の票を積みますっていうのはなかなか難しいっていうことはもう分かってるから、今回分かったってことですよね。選挙としてはやりやすいということですよね。日本にとってやっぱりどうですかね、バイデンさんの方がちょっと、バイデンさんで言ってもらった方がいいですかね。まあ、その問題もねあるんですけど、その、うん、なんていうんですか、テレビ討論でトランプが、うん、まあ、成功して、うん、なんか面白いやつだって思ったわけですよね、きっとね。でもそれが実際自分の経済的な利益にも結びついてるっていうふうになったら、これは強い支持で、やっぱりそういうところでこう言ったんだろうと思うんですけど、うんうん、これから先トランプが大統領になろうとしても、うん、今の状態をね、例えば経済的な問題で言えば、そのインフレのこととかあるじゃないですか、うん、それほど景気を落ち込ませずにインフレを退治するっていう、めちゃくちゃ難しいことをこれから大統領やらなきゃいけないわけですね。まあ、バイデンさんも2年あるんでしょうけど、うん、どうですかね、うん、だから結局そういうところでトランプさんはダメになっていくのかなっ
っていう、うん、トランプさんの時のアメリカって景気経済的に良かったんですか。良かったですね。良かったんだ、やっぱ彼の政策が良かったんですか。いやこれたまたま景気の波が来たんですよ。いや単に景気が良かったんでしょう経済政策って言っても一番目立ったのは大減税ですよね。減税ですよね。減税、ただその減税で恩恵受けたのはそれこそトランプさんのような金持ちの方ですよ、うん、そうですよね。減税あるとあの、うん、要するに、あの政策減税というのはあの要するに恒久的な減税をやれば当然、うん、ね、あの所得の高い人が当然小切手もらえる小切手は大きくなるに決まってますから。ということは今のバイデンさんの場合は、まあ、ものすごいインフレじゃないですか。ものすごいインフレで、まあ、イギリスもすごいです、まあ、欧米のインフレがすごいですけれども、僕この前テレビ見てびっくりしたのはなんかアメリカの有権者でバイデンはインフレを抑えられなかったから嫌、うん、だって言ってる人がいて、僕はそこ彼言いたかった、これ FRB の仕事だぜとその物価対策をやるのはバイデンさんだけども、僕は FRB の仕事で、景気が悪くなってる FRB があのかなり無茶な利上げをやってるんで景気が悪くなってるんですよと、まあ、そこら辺なんかね、まあ、割とごっちゃしてるなっていう感じがあったんですけども、じゃあ逆に言うとバイデンさんあと2年は絶対やりますよね、はい、ということはな、最大の、まあ、ここでもうトランプさんはとりあえず消したので、まあ、消したというか、まあ、消えたので、あの要はその、うん、とりあえずは、まあ、半分は上院は取ったので、はい、そのバイデンさんの政権運営というのはどうなんですか。その下院がもうあの共和党が多数派になりましたので、うん、これまでのようにはいかないでしょうね、ただこれまでもじゃあ、順調にいったかっていうと、うん、そうでもないんですよね。民主党民主の中でですね、左の人と、うん、いわゆるその穏健派の人たちとの、これが中で分断されてるんで、民主党は民主党で分断してる、内紛が起こってるんで、うん、なかなか意思統一できない、まあ、そのことはこれからも変わりはないし、逆に言うと組み合わせはいろいろあるっていうまあですから今回バイデンさん共和党の人たちも協力していくっていうようなことを、はいはい、言ってましたね、さっき言ってましたよね、だいたい中間選挙終わるとそういうんじゃないですか。そうですけど、まあ、それにあの人議会人としてキャリアが長いので、そうですね、中間選挙の前にもカリフォルニアに遊説に行った時にですね、言ってるんですけど、昔の話をしてましたよ、昔の話だけど、私が上院議員の時は共和党の人たちと大激論をしたと、うんうん、だけどその後で議会の食堂で一緒に飯を食べたらもんだよっていうようなことを言ってましたから。なるほど、つまり要するに日本で国対策みたいな人ですね、あの人は国会対策委員長みたいな人、なんかそういうのそういう顔してますよね、なんかこういかにもワシントンに精通したような顔してますよね、なんとなく顔がね。それとあれなんですよね、今 のアメリカ社会って本当に民主は左にで共和党は右へっていうようにね、うん、極端にねなってきてる、なってきて、しかもお互いが例えば民主党支持者が共和党支持者を嫌ってる、敵視する、うんうん、お互いがそういうようなその、うん、相手を認めない、うん、自分とは異なる存在を認めないっていう、そういうなんか寛容のない、うん、社会になってきてるんですよね、うん、まあ、それがバイデン、まあ、分断につながってきて、うん、まあ、トランプがのせいでまたそれを、トランプはまた広げたんですけど、うん、まあ、バイデンさんはそこが心配なんでしょうね、うん、ただ、まあ、はっきり言ってでもバイデンさんってもういかにもワシントンの人ってことですよね、うん、でそこでね、うん、次の、まあ、気が早いですけど大統領選なんですけど、まず共和党からですよね、うん、これ見通しはどうですか、ズバリ、まあ、前ね
青木論説委員はですね、うん、私の周りで一番早くトランプ勝ちを予測したんですよ。驚いたんですけど、まさかと思いますけど、まあ、そうだったんですよ。まあ、もちろん理由があってきちんとおっしゃってましたけど、でそので今回なんですけど、今ちょっと気の早いですけど、ね、予想いや、まあ、ですから私は今言われてる共和党トランプ、民主党バイデンという組み合わせはないだろうと思います。トランプが共和党の指名を勝ち取るにしてはあまりにも弱すぎる、弱いと思います。ですから今言われているあのフロリダ州のデサンティス知事とか、この人44歳ですか、若いですね、若いですね、そういう人がニューフェイスが出てくるんだろうと思います。でそれに伴って民主党の中でもですね、やはりバイデンさん、民主党の支持者の中ではもうバイデンさんじゃなっていうのが外いますよ。関数がそう見てますので、まあ、バイデンさんも、民主党もやはり世代交代しないと、そういう共和党のニューフェイスが出てきた時にバイデンさんじゃおそらく立ち入りできないでしょう、これは。なるほど、ということはですね、まあ、その若い方が勝つとすると、民主党もですね、相当若い人でさせないといけないんですけど、まず気になるのは、ヒラリーさんっていうのはないってことですよ。いや、もうないでしょうね。それからね、なんとなく私も具体的には分からないんですけど、ハリス副大統領、方私最初出てきた時、こら感じいいなと思って、これはもう次はこの人だぜと。最初の女性大統領はヒラリーじゃなくてハリスだっていうのはね、感じじゃないですか。なんか、私にとっては、僕なんか別に有権者って関係ないんだけど、まあドンピシャっていうか全然いいじゃんと思ったんですけど、なんかちょっと調子悪いみたいですね。調子悪いっていうのはあんまり人気ないみたいですね。58歳、お父さんがジャマイカ系で、お母さんがインド系です、ね、なるほどなるほど。で、やっぱり2016年に上院議員に当選、まあ、その前に弁護士の資格持ってて検事長とかしてるんですが、司法長官とかカリフォルニア州、あまりに政治のキャリアがまだまだ足りない。でこの人が担当してるのはいわゆる移民政策なんですよね。移民政策ってなかなか難しい政策なので、結果が出ない、手柄にはなりかねない、なかなかならないということと、やっぱりその保守系のメディアからこの人が副大統領になった時から、相当ターゲットにされてますからね、やっぱり次ハリスじゃないかっていう、まあ、期待された分だけ、風当たり強いっていうこともあって、支持率は低いんだけど、でも民主党のサポートの中ではやはりハリスさんっていうのは、まあ、そう、別にもう消えたわけではないです、ね、消えたわけではないと思います。ああ、なるほどなるほど。あんまり副大統領ってお得じゃないポジションだなっていうこと。そうですよ、アラモアとかね、ボアさんもね、ですよね。それってバイデン氏が意地悪してるってことはないんですか。いや、あんな図に乗るところが来るぞと、いかんな、最初からパチンとやっとけよみたいな。いや、まあ、でもバイデンさん、その大統領選の時にはっていうか当選した時は、私は移行期の大統領だからっていうようなことを言ったんでしょうね。あ、言ってるんですか。あ、もう中継ぎだということ、まあ、でも最近なんか、まあ、だからないかのごとく発言をやる若干聞きましたけどね。それはちょっと自信持っちゃったっていう、まあ、それもあるし、内田さんがおっしゃったように、あと、まあね、今出ないなんて言えないですよ、やっぱり。今言うともうレームダックになっちゃうので、ちょっと本音のところはまだちょっとペンディングというか、まあ、まだまだ早い、まあ、まだまだ早い、なるほど。ヒラリーさんはないけど、まあ、そろそろね、まあ、変な話ですけど、まあ、男女どちらでもいいわけですけど、アメリカという国から見るとそろそろ女性ってなんと期待したいですよね、なってもねおかしくないですよね、
ここのところ女性の政治家の顔をもううざうざ見ますんでね、うん、まあメルケルさんは辞めたけど、うん、フィンランドとかスウェーデンとか、うん、ニュージーランド、スウェーデンってあのなんか動画が出ちゃって、なんかどこで酔っ払って踊ってた人、フィンランド、ね、あれフィンランド、はい、なるほどなるほど、いやっていうかその他ニュージーランドもそうですよね、ニュージーランドもそうです、優秀な女性政治家結構出てますよね、あですよね、はい、あとはアイスランドとかね、ちょっとなったら1ヶ月ぐらいで辞めちゃった方もいらっしゃいますけど、ね、あ、それいいですね、いいです、残念なケースもあります、日本イタリアの女性もそう、イタリアの首相もそうで、ああそうだ、ちょっと残念なケースも多いですよね、あのイタリアの方まずいですよね、まずいっていうか別にイタリアのあのもちろんイタリアの勝手ですからいやいや、できればやってほしくなかったなっていうのはありますけどね、あとだからハリスさん他にあの民主共和限らずですね、あとはあの青木さんがちょっと注目されてる方っていらっしゃいます、あとは今運輸長官をしてるんですが、うん、ブティジェッチさんっていうちょっと難しい、ブティジェッチさん、あのゲイの方、40歳、40歳、確かこの人は性的 LGBT の方ですね、はい、前も出てよ、大統領候補で1位ね、はい、それから今のカリフォルニア州の知事でキャビン・ニューサムっていう人ですね、うん、この人54歳の方、民主党ですね、民主党ですね、まあそんなところですかな、うん、まだ、まあ、これからですよ、でも出てくるともういきなり出てきてっていうのが文字通り彗星のごとくっていうのが、うんうん、今回ただトランプさんあれですよね、ちょっと出馬表明したタイミングがちょっとなんか一部延期するとか言ってませんでした、あこれ出た理由、あれはつまり上院選 のジョージア州がですね、決選投票、決選投票になりましたでしょ、はい、来月ですね、はい、そうですね、それ前にトランプ氏が出馬表明しちゃうと、それこそ民主 VS トランプという構図によくない構図になって、困るねっていうことは、いわゆる共和党のメインストリームの人たちがちょっと今出ないでくれと、うん、でそれ関係なくなっちゃったからですね、うん、つまりもう民主党が勝って上院で、うん、いやどうですかね、いやそんなこと関係、考えてないでしょ、トランプさんは自分のことしか、あなるほどということですか、じゃあまあちょっとしばらくはいろんな候補が出ては消え出ては消えということで、うん、そういうこともあるでしょうねということですよね、まあ、よその国の大統領の話ですけどまあ我が国はねいや僕はね急に話が変わりますけどG20 でねウクライナの昨日のポーランドの件ありますよね、はい、まだちょっとミサイルがどっから撃ったかはっきりは分かりませんけども、まあ、岸田さんが悪いわけじゃないけれども、ああいう時ってのは影が薄い国ですね、日本というのはね、まあでも、どうもこうもない G20 の共同声明をまとめるにあたっては、うん、大変力を尽くしたっていうのことを自分で言っておられましたよ、自分でね、うん、自分で言っただけでしょ、まあ、その核兵器に対する評価の問題とか、うん、それを書き加えさせたのはあれは私の力だというふうに、その自分でおっしゃってますというだけですでもそうか、うん、まあでそれで実はですね、はい、青木論説委員はですね非常に長くロシアにもおられたんですよね、うん、実はロシアの方が専門家じゃないかと我々も見てるんですよ、いろいろねあれなんですけども、20年ぐらいおられたんですよ何さっき一度間違ってたんですかもうロシア語が堪能で、そうですね、あれですね、でこのウクライナの、ね、うん、問題が、うん、今回、まあ、バイデンになって、うん、僕が若干心配したのはトランプさんがここで、まあ、共和党が圧勝して、うん、トランプさんが、まあ、トランプ党が圧勝するとね、ちょっとウクライナに対する支援とか、はい、そういったものの枠組みが変わってくるんじゃないかと思ったんですけれども、うん、これでどうなりますか今回、かろうじて民主党がですね、まあ、被害を最小限度に食い止めた結果になったのでまあ、その心配された事態には
ならないとは思うんですけど、ただやっぱり今回のこのウクライナ戦争を見た西側の対応ってのはアメリカが相当イニシアチブを取って、対ロ制裁にしてもですね、ウクライナに対する支援にしても率先して、はい、西側をまとめてますので、うん、まあ、このまま行ってほしいに行かなくちゃいけないとは思うんですけど、まあ早期な変更はないんじゃないでしょうか、うん、本当にトランプ派が圧勝してしまうとやはりまあ、そのアメリカの利益を最大限考えた支援、うん、まあ、そんな今みたいなそのイニシアチブを取るようなことは考えできなくなって難しくなってくるのでね、うん、まあ、その点は良かったなと思いますけど、ただ若干やはり下院で共和党が、うん、まあ、やりにくいことはやりにくいでしょうけどね、うん、で、まあ、それとやはりまあ、当然ウクライナの問題も大事なんだけど、国内のそういった今回の民意というものをバイデン大統領も受け止めなくちゃいけないので、まあ、に感じたんですよね、まあ、ですからその経済の問題についてはね、うん、重心がややそっちの方に、うん、国内の方に向いていく可能性はありますよね、うん、内田さんそこら辺ウクライナに関連して、まあ、アメリカ、まあ、支援してるのはアメリカが軸ですから、うん、どんな受け方があれじゃないですか、そのアメリカがどういうふうにその突っ込んでいくかっていうことについては多分中間選挙でどういう結果が出ても、まあ、当面はそんなに変わらないはずですよね、うんうん、でおそらくウクライナの方の状況って、まあ、ものすごく大きく動いてる時だと思うので、うん、今のね、まあ、動いてますよねだからこれがどうなるかっていうことがそれは翻ってアメリカ のバイデン政権にも影響を及ぼすぐらい大きなことが起こるんじゃないかなと思ってますけど、うんうん、というのは具体的にはいやだってズバリだってああなっちゃったらもうプーチンさんはもうなんとか戦争をやめたくてしょうがないんじゃないかと思うんですけどね、本音ではね、今やめないともう大変なことになるっていうか、いやすでになってるんだけど、ロシア軍東部でもそうだし南部でも、もう崩壊状態でしょ、うんうん、まあ、自分で見に行ったわけじゃないですけど、うん、もう、うん、もうヘルソン、うん、要衝を取られましたよ、今、まあ、ウクライナはもう今やイケイケどんどんの状態になってますよね、うんうんうん、でウクライナ側からはね停戦してなんかないですよね、プーチンにしてもやめるにやめようがないですよね、うん、あとやった成果が何もないわけでしょ今の場合です、ね、ないですね、ゼロですよね、ゼロっていうかマイナスにいく可能性がありますよね、これプーチンにすればこれはもうダラ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 戦争を続けていくしかないんじゃないですかね、うんうん、まあ、元々その長く続けていけば、うん、最終的にはこっちの勝ちだっていう、まあ、そうですね、そういうふうに見込んでやったんじゃないかっていう話はありますけど、まあ、粘り強い民族ですから、うん、よく言えばね粘り強いっていうかなんていうか辛抱強いですよ、でも辛抱強いですか、ロシア人は、うん、あれだったら、その今の状況は本当にロシア軍が崩壊するっていうね、はい、うん、はい、状態になるとちょっとそれはいろんな力のバランスが変わってくる可能性があるじゃないですか、あと例えば黒海から弾き出されるとかね、うん、まあ、トルコの力が大きくなるんだろうと思うんですけど、そういうことも含めて、うん、つまりウクライナに勝ったってどうしようもないんじゃないかっていうぐらいにね、うん、もう勝ちはないですしね、うん、これは、うん、まずもう要するにロシアがキーウも含めて全部取るってことはまずもうゼロですよね、ありえないですよ、ゼロですよね、ゼロだけにやめようにやめられないでしょ、うん、つまりこのままいくと何のためにやって、うん、要するに多くの人が死に高価な兵器がぶっ壊され、うん、それだけだったと、うん、で国内の経済は、うん、
もうちょっとサンクションだけやられて大変なことになったという、うん、何若い人材、若くて優秀な人材がどっか行っちゃう、ね、外に出てくる、うん、あれやっぱり相当出てますか、外、うん、かなり出てる。昔からプーチン時代になってから、ロシアの頭脳流出っていうのは大きな問題だったんですけど、それが今加速していますでしょ。ですから長期的にはどんどん国は衰退してきますよね、このままじゃ。僕はね、青木先輩にいつも聞いてるのはね、私はご承知の通りクラシック音楽が大変好きで、はい、マニアなんです、はい、クラシックの世界でね、ロシアって言ったらもう、うん、作曲家はともかく演奏家すごいんですよ、うん、もうそれはもう言ってったらホロヴィッツだってリヒテルだってもう有名な人はもう指揮者だってもうね、続々といるんですよ。そうですね。それから作家もすごいし、映画監督もいるんです。それから物理学者とかすごいじゃないですか、人体で。ロケットはすごいし、うんうん、ね、アメリカより一時で、今だって技術高いじゃないですか、うん、にもかかわらずなんであんな石油の採掘もろくに自分前でできないようなそこの落差がよく分かんないんですけど、ね、それはどういう国なんですかね。国はですねプーチン自身も言ったことがあるんですけど、ロシアという国は逆説的な国だと、エネルギーはいっぱいあるのに、うん、しょっちゅう停電するとかね、そういうようなことを指して。そうなんですよ。まあまあ、それはいわゆる民族性のお 話ですか。それはそうですね、まあまあ民族性も含めたね、うん、その普通のロシア人の人たちはとても親切で、それこそ今おっしゃったようにね、芸術好きだし、そうですね、大抵の人だと昔のプシキンっていう国民詩人がいますけどね、はい、その詩の一節ぐらいロール出てきますよ、普通の人でも、うん、要するにインテリゲンチャーという、ね、いやいやもう教育水準は高いし、うん、その一方でとてもアナーキーな人たちです。アナーキー、アナーキーです。無秩序な人たち、うん、ね、でちょっと長くなりますけど、原初年代記っていう本があるんです、書物がね、うん、日本でいう古事記と同じような国の成り立ちとか、うんうん、でそれを読みますとね、最初に出てくるのはちょうどサンクトペテルブルクもう少し南の方に、ね、うん、住んでたスラブ人が、その人たちはワリャグという人たち民族に、うん、従ってたんだけど、そのワリャグを海の彼方に追い出して、で自分たちで自治を始めましたと、うん、そういう話が出てくるんですけど、うん、だけど自治を始めた途端ですね、互いにグループで仲違いして、もうし、きっちゃかめっちゃか、紛争続きで何ともならなくなったと。でもう一回、うん、仕方がないでもう一回ワリャグのところに行って、あんたたち戻ってきてくれと、俺たちの国はとっても豊かだと、うん、だけど足りないものがあると、うん、それは秩序だと。で戻ってきて俺たち我々 を統治してほしいと。なるほど。でワリャグが戻ってきたわけですよ、うん、でそのワリャグっていうのはバイキングのことなんです。あ、バイキングで、そこでいわゆるバイキングの血が入ってくるんですね、これで。あ、うん、だから、うん、アナーキーぶりはですね、うん、民族の初めからそうなんですよ。要するにほっとくと自分たちで統治できないということです。だから誰かすごい強いやつが統治する皇帝だが、うん、だからスターリンとかスターリンだとか、ああいう人がいないとやっていけないと、うん、でもう一つはそのいわゆる統治を丸投げしちゃうっていう、その、まあ、お任せ主義っていうのがあるんですよ、ね、お任せと、うんうん、なるほど。アナーキーかつそういう依存性、高い依存性っていうのを持った。いや依存性ね、うんうん、ということはね、内田さんね、民主主義向いてませんよね。ちょっと民主主義になったような時あったじゃないですか、はい、エリツィンさんが出てきた時って、はいはい、あれから転げ落ちるようにプーチン氏が出てきて、うん、結局ダメになっちゃいましたよね。なかなか、なかなか時間かかりますよ、うん、根付く民主主義は、ね、根付くには。
根付くのか根付かないかもしれないし、根付かないかもしれないですよね、うん、まあとりあえず、うん、明らかに民主主義でない体制、その強権的な体制で、まあ、警察国家でもあり、うんうん、で何といっても核兵器を持っているということがね、それは大きな要素ですよね、うんうんうん、だからそこら辺のこう背景を探ると、我々はなんとなく日本人ってあっという間に民主主義を受け入れてしまって、まあ民主主義だと我々が呼んでいるものがあって、選挙制度なんか見るとはっきり言ってアメリカよりしっかりしますよね、日本の方がね。だ体制判明早いじゃないですか、8時ともう出てるっていうパーンって出ちゃいます。それは別の問題、それは別の問題確かに、ね、そうですね、そうですよね、まあ、あと10分ぐらいですけどね、うん、そうなんですよ、うん、あの日本の場合、要するに明らかにロシアより民主主義という意味では日本の方が向いてるってことですよね、はっきり言って。まあ、あの日本人はと、あの為政者からすれば、あの統治しやすい民族性でしょ、これだけ秩序だった。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、ああいう国ですとやっぱりそういう、あの鉄の指でもって自分たちをガシッと押さえつけてくれて、うん、かつ外敵から守ってくれる、そういう、あの方が必要だと、そういうリーダーが求められるんですよ。必要条件の第一は強いってこと、リーダーが強いってことです、まあ、プーチンさんはね、その意味ではあのチェチェン紛争で名を挙げて、それからあのよくあのプーチンがあのハンティングをしたりですね、はい、チャット戦闘機に乗ったり、裸で乗って、上半身裸でなんかやってますね、柔道で投げ飛ばしたりとかね、やってますね。それはやはり強いってことを見せたいってことなんです、うん、あ、まあ、それともう一つはあれね、あの ナルシズムですよね、うん、ナルシズム、いやそれはもちろんああいうナルシスト、うん、僕が一番不得意な方々なんですよナルシストね、まあ、もしかしたらそのファシズムと一番遠いところに一時期は少なくともいたはずのところが一番近いようなねところに来てますよね、うん、と思うんですよね。さっきのイタリアの女性の人もそうですけど、はい、彼女は本当のファシストですね。ああもうガチの目がこういう状態で、あのなんていうか、あのマリー・ルペンとか、あルペンさんね、あの人ってルペンさんお父さんとまた違いますよね。そうそう、彼女は政治家って感じで、その、うん、なんていうんですか、集団の前でこう紙見ながら言っちゃうんですよ。要するに目を落としてこうしゃべって、うんうん、イタリアの彼女は何も見ないですよ。もう直接人を見てダーッとそこでムッソリーニじゃないですか。いやそういう感じの、あのなんていうか大衆扇動政治家的な雰囲気を持った人が出てきましたんで、逆に言えば日本人ってあんまりそう扇動できないっていうかわーっとあんまならないですよね。うん、まあ参政党の方がそういう方向を目指してんじゃないかっていう、そうそう、まあそう危ない人たちもいますけれども、うん、いや知らないですけどね、うん、まあ、それであの、まあ、若干こうウクライナの方に話を戻しますと、先ほど内田さんと番組始まる前にね、はい、ちょっと協議がするタイミングではないかと、協議、要するに和平交渉、うん、あ、はいはい、停戦交渉ですね、うん、やっぱり可能性ありますか、ね、いやだからやるとしたら今しかないんじゃないかと思うんですけど、どうしてですか今 ある意味バランス取れたんですよ、ヘルソンが奪還されたことで、うん、ヘルソンってでもヘルソンだけどドニプロ川でしたっけ、あれ、はい、あの反対側だけですね、向こう自治はまだ取ってないですよね、いわゆるあのクリミア側ですか、そうです、クリミア近い方が取ってますよね、ロシア、うん、徐々に取りつつあると思いますよ、なんか、まあ、取るでしょうけど、はい、いやだからヘルソンをウクライナ側が奪還したことで、あと要するにルガンスクと、うん、その東部2州、うん、そちら以外を、うん、あとザポリーダってところもありますけど、うん、ウクライナ側が奪還するこう目処がこうなんかついてきてるじゃないですか、はい、押すと、うん、だから2月24日の線に戻すっていうのは最初ゼレンスキーが言ってたじゃないですか、うん、ですぐ訂正してクリミアも取られて、最初クリミアって言ってなかったんですよ、2014年ですもんね、クリミア取られて、そうそうそう、うん、だからクリミアは、まあ、仮に置いとくとしても、うん、2月24日の線に今戻りつつあるんですよ、うん、
なるほど、うん、なるほど。だから、うん、条件は、うん、あると思うんですけど、ただウクライナ側は伸ばしたいですよね。奥さんどうですか、これの平和交渉に。やはり最低限それこそ2月20日侵攻前の時点まで戻らないと、これは、うん、まあ、平和交渉っていう話はならないでしょうね。これは、で今のところを見るともうウクライナはもうそれこそイケイケどんどんですから、ちょっとないでしょうね、まだね、目処はね、まあ、交渉の話が、うん、交渉するかもしれないぞって話がある中でどんどんと奪還が進んでいくっていうのがこれからしばらくかなと思うんですけどね。これアメリカが何らかのですよ、何らかのこの仲介ですよね、トルコの側の方いるじゃないですか、はい、エルドアンさん、はい、僕あの人に任せるの嫌なんだよ。どう考えてもおかしいですよね。なぜ嫌って話、嫌じゃないですか。でもインフレなのに利下げしろって言ったんですよ。こんな僕経済記者なんでありえないんですよ。滞在ですよ、そっちです。神に背くような発言ですよ。ありえない、インフレなのに利下げしたらどうするかと。こんなやつがこの世にいるのかと思いましたけども、あの人嫌なんですよ。だとするとね、中国は中国も嫌じゃないですか、なんか嫌っていうか、ちょっと今身動き取れないような気配があって、そうするとね、アメリカが交渉するっていうか、仲介する可能性ってありますか。いや、アメリカが あまりにもそのウクライナ側についてるから、うん、それはないでしょう。でも今回ちょっと冷静な発言あったじゃないですか、うん、はいはいはい、いやいや、あれはウクライナ側が撃った迎撃鉄の破片が落ちたやつだぞ、うん、みたいなね、うん、僕あれはなんかそういう気配を感じた。それ全然関係ないですか。いや、どうでしょうかね、うん、まあ、トルコあるいはつながりからいくとあれかな、イスラエル。ああ、はい、ゼレンスキーさんはユダヤ人でしょ。あ、ユダヤ系の子なんですね、うん、だってそれにイスラエルにはロシア系のユダヤ人って多いですよ。そうですよね、うん、ロシア語番組チャンネルもあるぐらいですから。あ、イスラエルとロシアもあるいはウクライナもパートがあるということですね、うん、受け入れられるって言ったらイスラエルなのかなっていう。でもイスラエルのこの前の選挙見るとちょっと人も嫌なんですよ。ネタニヤフっていう人も。ああ、ネタニヤフさんね、はい、あの人が仲介するんですか。いや、まあそれあんまり考えたくないですけど。考えたくないですよね。いや、まあ、ちょっと誰か思いつきませんから、ね、仲介っていうどっかの国がっていうことじゃなくて、はい、それは多国籍の機関がやるしかないじゃないですか、国連ですか、うん、あるいは国連のもとに何かそういう委員会ができるとかっていうところによりによって知らない。しかし今の国連 の事務総長のポルトガルの方ってなんかちょっと失礼ながら力ないですよね。あ、グーテーレスさん、何の役にも立たないじゃないですか。WHO の中国から金もらってたかと言われるおじさんぐらい役に立たなかったですよね。どなたかいないですかね。ウクライナ関係でいうとやはり、はい、ドイツフランスの何でしたっけ、ノルマンディトラックって言って、はい、それからが仲介したそれこそ2014年のクリミア併合に続く東部 その2州 の、はい、紛争の和平、うん、ドンバス地方の和平案を作ったのは、その仲介したのはドイツでありフランスですよね。で、なんていうかサポートっていうか、はい、下準備をしたっていうのはそれこそアメリカのキッシンジャー財団、はい、とウクライロシア側だとイメモっていう、これそれもはい、シンクタンクですけど、うん、そのが陰でいろいろとアレンジをした、ね、アレンジっていうか和平案の、まあ、下書きをしたっていう、ね、ドラフト書いて、うん、これでどうだってことですよね、うん、だからそういう動きが、まあ、実際に出てきてほしいですよね。
そうしないとその、もうこのまんまずっとあんなところですよ。そういったところではゼレンスキーさん今勇ましい発言をしてますけど、表向きね、してると今度ね国内の世論がそうじゃないと収まらなくなっちゃって、出てくるものですからね、これは振り目取らないと、もういや、そうそうそう、ウクライナの中にもやはりかなり極右の人たち、はいはい、グルっていうのはいっぱいいますから、そうですね、なんか今ウクライナがいいものでなんかもう完全に昔でもウルトラマン、ウルトラ警備隊がウクライナで、あっちはね怪獣みたいな扱いになってますけど、まあウクライナにもかなり過激な人っているんですよね。いますからね。まあそれはそうですけど、攻め込んだのはプーチンの軍隊ですよ。そうですね、要はそこのことさえ、なるほど。ちょっとなんか収集が今のところは見えてこないですね。見えてこないってことですね。なるほどなるほど。そんなところでしょうかね。そうですね。はい。はい、もうよろしいですか。ということで今日は、はい、アメリカからそして米ロという壮大なですね、青木の先生は地球担当ですからもはやもうという感じで、青木の先生とともに、壮大な話をやりました、はい、また次回。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。